グランドセフトオート3グランドセフトオート3グランドセフトオート3英名グランドセフトオート3はアメリカのニューヨークにあるロックスターゲームズ社グテイの制作はスコランドのロックスターノースから発売されたオープンワールド型クライムアクションゲームであるグランドセフトオートシリーズの第3作目にあたる作品である略称はグテイグラセフ3 前作、グランドセフトオートニーなどはアラビア数字だったが、今作、グテイから今後のナンバリングタイトルの作品はすべてローマ数字に統一された。また、GTA、GTA には見下ろし型となっていたが、今作から現在の GTA のように TPS 視点となった。今作のパッケージのタイトルロゴは今後の GTA シリーズすべてに使用されていることになった。 また、次回作から現在まで、具体を基本とし、今後の GTA シリーズが構築されていくことになった。PS2 版は、北米版は2001年10月22日に発売され、その後、2003年9月25日に日本版が発売された。PC 版は2002年5月20日に北米版が発売され、 日本版が2003年9月25日と PS2 版と同時発売された。Xbox 版は2003年10月31日に北米版が発売された。日本版は2004年7月29日に発売された。PS3 版は北米版は2012年9月25日に発売されたが日本版は未定である。iOS 版、Android 版は 2011年12月15日に全世界同時有料配信となった。北米において2001年10月22日にプレイステーション2で発売。後に PC や Xbox にも移植され、世界中で1450万本を売り上げる大ヒット作となった。日本でも2003年秋にカプコンより、 セロレーティング18歳以上対象ソフトとして、PlayStation 2版と Xbox 版、続編である GTA、V シートのセットでのみ、が発売され、当時の海外製ゲーム、いわゆる洋芸としては、異例の30万本、廉価版を含めて40万本のヒットを記録した。シリーズで初めて 3D システムを採用している。街全体がオープンワールドで構築され、 前作、前々作に比べ自由度は大幅に向上した。架空の街、リバティシティの中をプレイヤーが自由に行動できることが人気の要因となった。同時に、暴力描写、特にチートを使用することで体がバラバラになる描写が話題となり、青少年による暴力や無差別殺人事件を誘発したとして批判され、神奈川県では有害図書に認定されている。 日本版とドイツ版は一部表現が規制されたバージョンであるが、しばらくして解除パッチが非公式に出回った。GT v や GTAB、GTAX とは世界観が全く違う。発売から10周年を記念して、2011年12月に Android 版、iOS 版がリリースされた。セロのキューレーティング制度における審査では、18歳以上対象となっていて、 厳密に購入制限されることはなかった。しかし現在施行されているレーティング制度では、セロ、Z、18以上のみ対象となり購入規制の対象となる。そのため、現在原則として18歳未満は購入することができない。ただしセロによる審査を受けていない。日本語 PC 版は購入可能、現在は絶版。 チートコードを使用したままゲームをセーブするとディスク内容が故障し続行が不可能となるバグが発生することがある。VC 以降の GTA シリーズでセーブをするときチートコードが使用されています。と表示されるのはこのため。iOS 向けではチートコードは使用不可であるが Android 版は Bluetooth キーボードがあれば PC 版とほぼ同じチートコードが使用できる。 舞台は2001年の米国の架空の大都市、リバティーシティで、ゲームの進行具合によって3つの島を自由に移動することができるようになる。それぞれ、ポートランド、工業地域、ストートンアイランド、商業地域、ショアサイドベール、住居地域という名前が付けられている。プレイヤーは、リバティーシティで無数に使用されている自動車の中から、自由に1台を選び使うことができる。 一部のパトカーなどのようにロックされているものの他は、ほとんどすべての自動車を使用できる。あらかじめ組織などから用意された車を使うミッションも、あるものの、タイトルのように、基本的にこれらの自動車は、摂取しなければならない。この自動車を用い、各党に存在している依頼者から、仕事、大半が犯罪を請け負ってこなしていくことが、ゲームの流れであり、 基本はミッションゲームということができる。本編のミッションはほとんど犯罪、暴力に関係するものである。これは主人公が強盗に失敗し、護送中に脱走した犯罪者であることから、リバティシティで生活するには、警察の目をかいくぐり、街を裏で仕切る、犯罪組織や個人と手を組むという語から発するためである。また現代の米国が舞台であるため、 様々な人種が存在する。主人公は、それらの縄張りを持つ、特定の人種の組織と結託するが、異なる人種において、どちら側につくということはない。要は誰にでもつき、誰からも離れていくことで、ゲームのクリアまで突き進んでいく。登場するマフィアの国籍は、イタリアンマフィアをはじめ、コロンビア人マフィア、中国人マフィア、ヒスパニック、ジャマイカ、 日本人などである。彼らの職業は映画などのメディアで表現されるようなステレオタイプに基づいている。日本人はヤクザ、ヤクザとして登場している。PC 版限定の要素としてリプレイ再生や保存、MP3 ファイルを取り込んで BGM として再生することが可能となっている。 本作では特定の車に乗ることでその車を使ったサイドミッションを開始することができ、資金稼ぎができる。また、一定の段階までクリアすると能力が上がる。特別な車やアイテムが手に入るといった特典がもらえる。2001年、ギャング組織コロンビアンカルテルがリバティシティにて銀行強盗を決行。銀行強盗メンバーの一人。 組織の幹部であり、今作の主人公であるクロードは逃走の最中にリーダーのカタリーナの裏切りによって銃で胸を撃たれ警察に逮捕されてしまう。そして刑務所への護送中、コロンビアンカルテルがクロードら犯罪者を乗せた護送者を襲撃する事件が起こる。その混乱に乗じて逃走に成功したクロードは数々のメンバーと共にアメリカ最悪の街、 リバティシティの裏社会で多くの悪事をこなしてカタリーナに復讐することになっていく。社体は英語名、ないは声優名を表す。ご奏者、残酷ゲーム、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。